ーカルのアクシデントによる僕が MC をします。今回東京から来たんですけど、もともと専門学校で大阪に住んでて、あ、その話はちょっと長くなりそうなんで、ね、やめてて。あ、それ言わないよ。ちょっと真面目な話する。そう、仙台に、3月の4月あれ3月だよね、3月の24、5日に、広島、大阪、名古屋、東京で物資を集めて、そう、物資を仙台に運んでいったんですけど、その時に、そこの席にいる僕の親友、宮田通紀、大阪在住のジェリーカールというバンドで、よくやってます。で、その、まあ、そのつながりで、ナンバーメデさんに、ちょっと物資の置き場所を貸してくださいとお願いしたところ、快く了解してもらって、で、まあ、その時僕ら、震災の時に香港にツアーしてて、その時にお客さんで来てたのがこのちょっと気持ち悪いかわいいレディビアリーかわいいかわいいレディビアリーそうで、なんかそういうちょっとなんかこういい縁に恵まれて、本当にね、ちょっと今回は楽しみに大阪に来て、本当ね、まだちゃんと挨拶もできなかったんで、今回ちゃんと挨拶できて本当に、ね、嬉しい限りです。まあそんなこんなで僕の話は終わります。ありがとう。真面目な話はありがとう。まあ、真面目な一面もありつつクレイジーなこともやりながらっていうのはね、やっぱいいよね。楽しみながら、どんなことも楽しみながら。 So sorry, that story was all told in Japanese, but I liked it a lot. Okay, so we were talking about gathering supplies for the Tohoku from Hiroshima, Osaka, and also Nagoya, and also Tokyo. And Osaka was, this place was one of the places to gather all the supplies around Osaka area. And so we really thank for this Osaka Mere-san and every staff working here. And thanks for letting us perform tonight, and also together with Lady Beer. Yeah! It's really memorable night. 本当に忘れられない夜です。ありがとうございます。じゃあそんな真面目な一面も含めつつ楽しみましょう。3っていう曲、ちょっと踊れるナンバーだからよかったなと思ってね。